すためにこのレースに来た。回転の力そのものが武器なんだ。それを忘れるな。レースに出て死にかけていた僕の心は生き始めた。暴いてやる。その回転の正体を暴いてやるぜ。1890年9月25日スティールボールラン、スタート時刻です。ついてくるか。回転のレッスンはハードだぜ。イメージはあるんだ。回転のイメージはな。スタンド立ち向かうもの、これはテクニックじゃねえ。気をつけなさいよ。空手のスタンド使えよ。逃がすか。楽に行け。